小弱駅は大阪府摂津市阪急小弱にある阪急電鉄京都本線の駅。駅番号は HK-66。摂津市と吹田市の市境を流れる小弱川をまたぐように設置されており、ホームの半分以上は吹田市域である。ただし駅舎は摂津市側に所在しており、しかも地名には阪急の名が冠されている。駅の北西一帯には、 小弱車庫、小弱工場が広がる。競合する JR 京都線のすぐ脇まで迫っており、JR の車窓からも留置されている電車などがよく見える。島式に面4線のホームを持つ地上駅。京城駅舎を有し、改札口は京城の一箇所のみ。バリアフリー工事が完了した2008年2月29日より、各ホームと改札口にフルカラー LED 式の 発車案内が設置された。これとは別に、電車の接近や後方用の一段表示の案内板も各ホームに設置された。その代わりに、下りホームにあった列車の接近を換気する安ど式の点滅案内板は撤去された。西口ホーム島式ホームに隣接する車庫線を1号線としてカウントしているため、ホーム番号は2号線から設定されている。内側2線が中本線。 外側2線が対比線である。日中の普通は、上りが本線の3号線、下りも本線の4号線に発着する。なお、土休日は、特急、準急を連続で対比するため対比線の5号線に発着する。2号線、4号線は、朝夕のラッシュ時を中心に使用される。小弱車庫があるため、朝晩には当駅始発。 終着の列車も設定されている。配線の関係で、当駅始発の列車は、上り列車のほか、一部下り列車も直結する二号線より、逆線発車する。当駅始発の大阪梅田方面域は一貫して、早朝にしか設定されておらず、夕方に、小弱車庫から出港する列車は、南隣の愛川駅を始発としている。天下茶屋方面発着便にも当駅終着の列車が、 あり、地下鉄坂井筋線の車両の場合、当駅の南西にある東吹田県車場からで入庫する。運用の関係で、毎日数本の普通高槻市駅が当駅で車両の交換を行う。1981年の京城駅社会以後、京城の改札口へは原則として、階段を利用しなければなかったが、利便性向上のため2006年より順次、 バリアフリー化工事が実施された。同年7月25日には東口に、翌2007年3月30日には西口に、駅入り口と改札口を結ぶエレベーターが設けられた。また、改札内にも2007年9月1日に、ホームとを結ぶ、下りエスカレーター、2008年2月29日には、ホームと改札を連絡するエレベーターが2基設置された。これと完成と同時に、 トイレについても多機能タイプを新設した。バリアフリー加工時の完了後、友人の改札通路が従来の反対側へ移り、4機ある自動改札機もすべて手前へ移動し、また売店は改札外から改札内へ移転している。駅舎が地上にあった頃の改札鉱石は京都本線をくぐる地下道になっている。2019年度のある特定日における1日の 乗降人員は2万540人である。京都本線中では、第19位で、京都本線の普通のみの停車駅としては、富田駅、相川駅に次三3位である。各年度の特定日における1日の乗車、乗降人員数は、下表の通り。2007年3月17日のダイヤ改正では、日中の優等列車の対比が相川から当駅に変更され、 大阪梅田方面への所要時間が3分短くなった反面、朝夕ラッシュ時の停車本数が大幅に削減されたが、その後設津し駅開業による2010年3月のダイヤ改正で、再び朝ラッシュ時の停車本数が増やされた。当駅は JR 京都線の岸辺駅に近接しており、同駅は北西へ徒歩6分程度の距離にある。岸辺駅前には、 2005年に平和堂のスーパー、フレンドマートがオープンしたため、駅前に目立った商業施設がない東駅の方が劣勢に立たされている。また、東駅東の大阪府道147号小弱、市津屋線沿いには2001年にライフ小弱店が開業しており、駅付近の小規模な商店街も利用客が減少している。さらに2010年3月には北隣に、 摂津市駅が開業したため、駅東部からの利用者が同駅に流れている可能性もある。しかし、神戸本線で行われているような競合対策は一切行われていない。これには次のような理由がある。長弱車庫周囲には大学や高校が複数立地しており、朝夕には学生の利用で混雑する。駅前は強碍なため、 当駅付近を走る路線バスは東西に離れた不動を通っている。かつては駅前までバスが乗り入れていた。この他に岸辺駅まで徒歩で移動し、同駅発着の路線を利用する方法もある。ありがとうございます。